杉山勝彦は、日本の作詞家、作曲家、編曲家、ミュージシャン、音楽プロデューサー、フォークデュオ、種火のギタリスト。埼玉県入間市出身。早稲田大学理工学部建築学科卒業。埼玉県入間市出身。母は、ピアノ教師。幼稚園時代に母にピアノを習わされるが一年、足らずで辞める。中学二年生の時は、 フュージョンバンドの T スクエアを熱心に聴いていた。イルマ市立線小学校、聖望学園中学校、聖望学園高等学校、早稲田大学理工学部建築学科卒業。鳥谷隆氏は同級生である。2006年、母校である早稲田大学の学園祭のステージに OB としてアカペラグループで出演した際に、ラッツスターの佐藤義雄にスカウトされる。 2007年、ソニーミュージックパブリッシングの専属作曲家となり、嵐のステップゴーのカップリング曲、冬を抱きしめてで作家デビューを果たす。テーマを第一としているため、作詞の後に作曲を行う。これは自ら作詞する場合のみならず、乃木坂46のように作詞を他の作詞家が手掛けている場合でも基本は同じである。一度聞いて、 テーマが伝わらない楽曲は人様には聴かせないことをポリシーとしている。15歳でギターを手にしてからロックバンド、吹奏楽、アカペラ、フュージョンバンドなど幅広い音楽を経験し、編曲を担当する際にはギター、ベース、キーボード等をプレイヤーとして参加することも少なくない。アメリカ合衆国、カナダ、フィンランド、大韓民国など多くの国のトップライターたちとの ライティングセッションを行っている。2014年1月、上田和弘とのユニット、うさぎのギタリストとして、シングル、イマジンで、ユニバーサルミュージックより、メジャーデビュー。2016年、ソニーミュージックパブリッシングを離れ、音楽事務所、株式会社コライトを創設する。2016年10月、うさぎとして所属していた、事務所から独立し、デュオ名を、種火と改める。 2017年12月には、イエイリレオ、ずっと、二人で、などにより、第59回日本レコード大賞作曲賞を受賞。2018年1月24日、出身のイルマ氏より、元気なイルマ、生き生き功労賞を受賞。2018年、ダーリン・イン・ザ・フランキスのエンディングテーマ、トリカごとを、全6曲を手掛ける。2020年8月、 早稲田大学の学生によるコンキの歌プロジェクト、そして、コンペキの空を手掛ける。中孝介や入り、レオ板野智美 AKB48 グループ大山、ゆりか孝田組、坂道シリーズ佐藤文香、佐藤義雄島はジャニーズ事務所関連スーパー、ガールズジュリップス、スターダストプロモーション関連青春高校3年、C 組、瀬戸美希人テーマパークがある。 365日の、ヒロイン午前2時鶴の竹下だけ子中川翔子な ON ウェアー中島三佳七西田敏行。ファーストプレイスファイブスターズ前田敦子美和イジェイマルシー。寺沢望みラストアイドルレインズ渡辺眉ラードナップ。で、ポイント9アオペライーウペラ、リルハッピー。都立音は高校はカペラブ、a 3 x x ツー、イチゴ、ミク、心ココ。 イクノカグヤ様は小暮らせたい。天才たちの恋愛図の汚染。ギルティキスラブライブ。サンシャイン。黒沢ダイアフロムワクアウサギタネビシュミの演芸シリーズ。丸読マガジンなりきり。ムーニャン生き物学園イルマ市駅発車メロディーイルマの子供へ送る歌大阪府平方市。テーマソング株式会社ワールドコーポレーション。早稲田大学コンペキの歌プロジェクトシャープ。ありがとうございます。